こんにちは、ハンドです。今日はですね、このタオルとですね、手ぬぐい違いっていうのをね、ちょっと説明しようと思って、ビデオを撮ってます。でですね、一般的に我々の年代になってくるとね、昔から、手ぬぐいっていうのは結構馴染みがあって、盆踊りなんかでもね、みんなこう配られて首に巻いたりとか頭に巻いたりしてやった覚えがあるんですけども、私どもの子供なんかの時代、今の10代のお子さんとかね、人なんかによるとやっぱりなかなか手ぬぐいってどんなもんやっていうのも、分からないっていうことでねよく聞きます。で、手ぬぐいとタオルとどない違うのっていうことなんですよね。実際でちょっとね今日はねその違いをですね説明しますのでちょっとご覧になっていただきたいんですけども、これがですね、よくねコンサートなんかで販売されるようなタオルです。で、表面はこのタオルは特になんですけども、プリントを乗せやすいようにシャーリングっていう格好してますね。芝刈りでカットしたようなちょうど表面をカットするんですね、タオルで。裏を返すとやっぱりパイルになってます。このパイル部分が両方あったものを、片っぽをきれいにすることによってね、目面を揃えることによってきれいにプリントができるというやり方なんですね。で、染料なんで一番これが高級なタオルなんですね。で、これの一番注意せないかんのがこの生地の端なんですね。タオルの生地の端折り返すところがちょうどこのようになってますね。折り返してちょうどここが、縫製されるんですね。三つ巻きの縫製、これねご家庭にあるタオルなんかみんな大体こうなってますね。こんなふうな形のものがこれが大体タオルって言われるものなんです。で、ね、一番問題なのが手ぬぐいです。これが手ぬぐいになります。これは本染めの手ぬぐいです。本染めの手ぬぐいです。で、どう違うかというと同じ素材は綿 100% なんですが平織りなんですね。こうパイルがないです。本当ペランペランのもんなんですね。ペランペランのもんで、ここにですねこのインクは表面だけじゃなくって、タオルの場合は表面だけで裏は白でしたけども、本染めの場合はこれが表で裏もこういう形、裏表がないんですね。全部インクが通ってるんです。通って染めるのがこの本染めの手ぬぐいの形で、注意すなあかんというか一番の違いはですね、ここの端なんですね。端手ぬぐいっていうのはこう一般的に切りっぱなしっていうのが端の始末の仕方なんですね。で、こういうふうに、ね、出たり糸が出てるんですけども、これはこう切って使うっていうのが一般的なんです。というのもこの端をこう切って切ってガッと、ね、やるとちょうどこの5センチだったら5センチの幅でずっと切れている。で、それを包帯代わりに使ったりできるので防災にも使えるっていうのがこの手ぬぐいの特徴なんですね。昔はですね下駄なんかずっとね旗履いてられたんで、その下駄を鼻緒が切れた時に、手ぬぐいを切って代用したとも言われてます。実際自分やってないかわからないですけどね、とも言われてます。だからこういろんな使い方ができるのが手ぬぐい。ただ綺麗なんですよね、綺麗で。タオルと比べてどうやって言うと、やっぱりその吸水性が手ぬぐいは吸水力は優れてるんですけども、たくさんの水分を吸収することができないということですね。ですからすぐにちょっとの手を拭いたりしたするには本当手ぬぐいは向いてるんです。汗を吸収したりするのは向いてます。で、発散もしますので、非常にこう肌に当ててると涼しく、気化熱で涼しいっていうのがこの手ぬぐいの特徴なんですね。だから一番のこの違いっていうのがこの吸水力の差と、あとはこのヘムって言われるこの端ですね。この生地端の処理の仕方が違うっていうことですね。当然もう今の時代なんで、この三つ巻きにしてこうね、縫製すること、タオルのように縫製することもできますので、そういったご要望があるときはですね、またぜひ一度相談してみてください。今日は、タオルと手ぬぐいの違いについて説明しました。よろしくお願いします。